広浜線大浅市諸高浜本線は、中国 JR バスが運行する自動車路線である。日本国有鉄道自動車局の路線を起源としており、その事業を承継した西日本旅客鉄道を経て、同社のバス事業を分社化した、現在の事業者が運行を担っている。かつては、鉄道線の短絡という使命を持ち、千代田、大浅、岩見今市経由で、 広島市と浜田市を結ぶ幹線であった。1934年9月に広島浜田間の直通バスとなった時点では 120km を走破する高浜本線は当時としては有数の長距離バス路線であった。第二次世界大戦が終結した後の1948年には急行便の運行が開始されたが国鉄バスでは初めて急行料金制が導入された。 1952年には夜行便として明城号の運行が開始された。未放送路も残る山間部を経由する自動車路線における夜行便という点で特筆されるが、この時の経験がドリーム号の夜行ワンマン運行の実現につながったという。夜行便は1962年8月に一般は廃止されるが、1985年から数年間、 浜田3時40分発で、広島駅新幹線口に7時13分に到着。広島駅新幹線口22時10分発に、広島を出発して翌1時54分に、浜田到着の、いわゆる、半夜港と通称される、全区間一般道経由の長距離普通便として、再開されている。浜田自動車道の開通まで経由していた県境の、三坂峠は境外で、 約100カ所のカーブがあるという曲がりくねった山道で人気の全くない場所だった。観光バス仕様の11メートル車がやっと通過できる程度の道を豪快なハンドルさばきであまり速度を落とさずに走り抜けていくことから車体の色から青い暴走族という異名がついたという。浜田自動車道の開通後、引用連絡路線としての使命は高速バス。 イサリビ号に引き継がれることになり、浜田と広島の間の所要時間は2時間程度に短縮された。その後、高浜元線の普通便運行区間は縮小し続け、広島県内運行の高浜元線の普通便の使命は地域路線へと変化している。2014年11月10日より順次導入される、広島都市圏及びその周辺のバス事業者共通の 系統番号が割り振られ、74号線となる。パスー定期券は、広電バス、広島バス、広島交通、芸用バス、美北交通、ボンバスとの並行区間で、相互利用可能となっている。は一部の便のみ停車。停留所名。停留所名はどちらかを経由。バスラマインターナショナル24号。特集、国鉄名神東名 名神ハイウェイバス P37 ただし、実質広島県内での始発便と最終便として、重きが強く、県境を越えての利用は少なかったらしい。AB と根村直樹、さよなら国鉄最長片道切符の旅 P72 から73バスジャパンハンドブックシリーズ5、中国 JR バス P20、佐輝町市、鉄道省告示第107号。 関東1934年3月23日、全国乗り合い自動車騒乱、鉄道省国時代263号、関東1934年6月15日、鉄道省国時代405号、関東1934年8月30日、広島県バス協会路線バス、広島県バス協会、2018年6月10日閲覧、 共通定期券制度開始のお知らせ。中国 JR バス。2018年7月15日閲覧。ありがとうございます。